昨日ですね、スウェーデンから帰ってきまして、すごい疲れちゃって、昨日すぐ寝て、今日ずっと一日もグデーっとしてたんですけど、なんかアレックスもジェットラグで今寝てますけどね。もうなんで今日もこの感じなんですけど、アンパッキングをしていきたいと思います。前になんか日本から帰ってきた時に、アンパッキングの動画を見たいって言ってくださる方も割といらっしゃって、でその時やらなかったので、今回はちょっとやっていきたいなと思います。なんかスウェーデンはね、私今回2回目だったんですけど、個人的に前は一人で行って、今回はアレックスと行って、やっぱりいいなっていう感じでしたね。なんかこう無理なく社会構造されてる感じで良かったです。このデザイントーゲット、そこが唯一私にこう刺さったお店でした。ちょっと紹介していきますね。まずこれ2024年のカレンダーなんですけど、このカレンダーのね、スタイルがいいなと思いました。縦になってて、あと全部ここ予定だったりとかメモが全部書けるようになってるんですよ。カレンダーってこのスタイルが多いのかな。手帳とかもこんな感じが多かった気がします。すごくいいスタイルだなと思いました。あとはこれですね、チョコレート、お土産にいいかなと思って、スウィデッシュフィカって書いてあるチョコレート とこれはもうオートミルクでできてるチョコレート。オートミルクがすごく普及してるのが個人的にはツボというか嬉しかったです。すごいオートリーとか大好きなので、オートリーももう何種類もあって、なんかそれも楽しかったです。であとはこれもデザイントルゲットのチョコレート、お菓子類、これは空港で買ったやつ。なんかこのチョコボールが有名なのかなと思うんですけど、スウェーデンのクラシックなお菓子とかを探してると必ずこのチョコボールがあって、であとこれも空港で買ったやつ、スウェーデンのやつ。なんか小分けになってるからいいかなと思ったんですけど、クライアントに持っていくお土産です。であとはこれもデザイントルゲットのやつですね。そこでしかあんまり大きい買い物してないかもしれない。これキャンドル立てなんですけど、かわいいっしょ。ただ置いてるだけでもかわいいかなと思って、これとあとこのライオンさん、このライオンさんはね、街中にどこにでもいるライオンさんなんですけど、猫なので、これもそのデザイントルゲット、これポットとかを置くやつなんですが、この質感のものがスウェーデンで有名なのかなと思っていて、あとはスウェーデンのカップ、チョコがもう一個出てきた。あとはね、そうですね、アルケットマーケット、アルケットっていうのかな、アーケットかアルケットかわかんないんですけど、アルケットマーケットっていうのがあって、なんか前までは日本には発送してた気がするんですけど、最近はもう日本にも発送してないんじゃないかな。あとアメリカにはずっと発送しなくて、でオンラインでも買えないのでずっと行きたいなと思ってたんですけど、インスタグラムとかオンラインで見てるとニットとかすごい可愛いなと思って、で楽しみにしてたんですけど、なんかね実際見てみたらこうなんか肌触りとかあんまり私のタイプではなくて、とりあえずこのアルケットのトートバッグ、ちっちゃいやつとアルケットカフェもあって、そのカフェのカップ買ってきました。であとはこのお店がね割と良かったです。ソストレングレネス、なんかわかんない、読み方が全くわからないんですけど、雑貨メインで文房具だったりとか、あと土産にもいいようなお茶だったりとか、あとお菓子も売ってるんですけど、あとなんかホーム DIY のちょっと可愛いような
ものも売ってたりとかして、あそこもお土産にはいいなと思いました。そうだね、スーパー、空港、デザイントルゲット、ここかな。で、DIY なので作らないといけないんですけど、ジンジャーブレッドとあと小さいあのクリスマスツリー、なんかクリスマスのあたりに、ホリデーのあたりに作って、ね、なんかベッドの横にでも置いておこうかなと思ったんですが、もう結構ここは可愛かったです。たまたまね、見つけたんですよ。一応行こうと思ってなくて、たまたま歩いてたら見つけて、なんだろう、すごい良かったです。日本に送ろうと思ってるので、うちの母に。包装してて開けられないんですけど、クリスマスのアドベントカレンダーで、あのお茶が入ってるアドベントカレンダーです。で、あとはこれも空港で買ったスウィーデッシュフィカのチョコチップクッキー、空港で買ったムーミンのクッキーが入ってる缶ですね。あとこのムーミンビスケットね。ムーミンビスケットはこれ ICA っていうそのスーパーマーケットで買ったものなんですけど、そう、4ついっぱい持ってきました。配る用にもいいかなと思って、これはムーミンギフトボックスですね。あの妹に送ろうと思ってます。このさ、ムーミンギフト、このムーミンってさ、フィンランドだと思ってたんですけど、スウェーデンも関係あるんですね。あとこれ、あのこれもポット置きというか、なんか何でも置ける、ケトル置いてもいいしのやつなんですけど、これもデザインなんちゃらっていうところで見つけたもので、なんかあるだけですごくおしゃれかなって、スタイリッシュでいいかなと思って、であとはそうですね、これもそのデザインなんちゃらで買ったポストカードなんですけど、自分用とあと日本に送るよ。土産はこんな感じで、あとは本とか雑誌類、本はこの2冊、あのイングリッシュブックストアっていうところがあって、そこで店員さんに、あのなんだっけ、ノルディックフィクションっていうところがあって、そのノルディックフィクションでなんかいいのありますかって、おすすめありますかって聞いて、私必ずその旅行先で本屋さんに行くんですけど、その時には必ずその本屋さんの店員さんにおすすめをあの聞いて教えてもらうようにしてて、 What kind of book do you like? って言われたから、 I usually go for very depressing ones とかって言って出てきたのがこれだったんで、結構何個かもっと出してくれたんですけど、その中からちょっと選んでみなって言われて選んだものですね。で、あとキャットアートブックっていう、にゃんこ様が出てくるアートの本なんですけど、これ本当にそうなのかな、あ、違うか、多分これにゃんこ様が出てくるっていうか、あれだね、なんかコラージュみたいな感じで面白くしたようなやつなのかな。ちょっと読んでみたいと思います、面白いなと。で、あとは私は雑誌も買うのは好きなんですが、あの防具よりも L が可愛かったですね。こっちはデンマークの L なんですけど、こっちはちゃんとスウェーデンっぽいと思っていて、シャルちゃん、ノーテンクス。やっぱヨーロッパのさ、L とか雑誌は可愛いよね。アメリカに住んでてもアメリカのやつというよりかはイタリアだったりとか、なんかそこら辺からなんか取り寄せて見ちゃうこととかの方が多いかも。作品として作り込まれてる気がして好きですね、ヨーロッパの雑誌は。これもデザインなんちゃらで見つけた本で、なんかこう雰囲気的にはあの500 days of summer みたいな
感じの雰囲気があって、おしゃれなんだけどこうカオスが面白さみたいなのがあって面白いなと思ったので、とあと最後はあの今回私がすごく楽しみにしていったのがあのフォトグラフィスカっていうところなんですけど、たまたま私が好きな写真家の人のあの展示をやっていて、あのもうギリギリだったんですよ。10月15日までしかやってなくて、結構長い間やってるんですけども、終わりが10月15日で、私たちが行った2日後には終わってしまうような感じだったんですけど、たまたまインスタグラムで見つけて、あ、これは絶対行かないといけないと思って、今回のトラベルの中ですごい楽しみにしていたんです。がポストカードと、これはアレックスと撮ったプリクラ？プリクラではないんですけど、フォトブースがあってそこで撮ったもので、で、あとこれがメインで、私たちが行った時はもう売り切れてたんですよ、このポスターが。で、お店の人に聞いたら次の日に入荷する可能性が高いって言われて、で、でもそれが予定通りに来ないと月曜日になるって言われて、で、月曜日はもう私たちフライトだったので、そう、どうかなと思ったんですけど、ちゃんと次の日に届いてくれたようで、すごい。そう、ライトネス見える、ライトネスオブビーングっていう展示会だったんですが、よかった、本当に。私が大好きなケイト・モスの写真もあったりとか、ファッションをメインに撮ってる人なんですけど、なんか美術館とかアートを見てる時ってこう唯一あんまり人間を嫌いでなくいられるというか、普段本当にさ人なんてもうろくなことしないけど、これぐらい美しいものを作れるんだったらもしかしたら割と捨てたもんじゃないのかもしれないと思える。でもさ、もうそういう人に限ってさ早く亡くなってたりとかするんだけど、本当にさ、まあ、芸術アートとか美しいものってなんか、なんていうのかな、純粋な場合が多いじゃないですか、比較的。あんまりなんかこう誰の方がいい悪いでもないし、フラットじゃないですか、全てが。まあもしあるのだとすれば、なんかまあ好き嫌いじゃないですか。で、プラスなんかこう、自分の余暇をより豊かなものにしてくれるものでもあるし、なんか人間がやり始めたことの中で数少ない美徳的なものというかね、なんかいつ行ってもいいなと思いますよね。一個ずつ説明するとさ、結構あるなって感じたんですけど、割となんかね、掃除もなくて、なんかお土産こう配るものが多かったりとか、あの消費、なんていうの、消費するもの、形に残らないものが多いので、いや本当にデザインなんちゃらとかすごい可愛かったな。あのぜひあそこはね、スウェーデン行く方おすすめですね。
最近ずっと体調を崩していて、先週なんだかんだ2週間くらいかな、なんなら昨日もずっと寝てたんですけど、やっとなんか今日戻ってきたなっていう感じがしていてまあなんで体調を崩したかっていうのもまああるんですけど、話がまあ慣れないことをしたからっていうだけの話なんですけど、スウェーデンから戻ってきて3週間ぐらい、私コーポレートに入ってたんですね。コーポレートに入ってたっていうか、なんか、まあ、フルタイムではないんですけど、まあ一応なんか社員になって、まあそうだよ、そうだと思うんですけど、まあ、そういう慣れないことをしたから体調崩したっていう話なんですけど、最近ちょっとこう余力があるなと思って、フリーランスのもうちょっとこうクライアントを入れるか、それとももうパートタイムみたいな形でどこかの会社に入って、それとフリーランスをこう並行していくかみたいな、どっちにしようかなと思っていて、で何を血迷ったか分かんないですけどまあコーポレートに入ってみるのもまあ一回いい経験かなと思って、要は私大学卒業してからずっとフリーランスで一からやってきたので、コーポレートに入ったことがあるって言ったらもう本当にインターンシップの時だけ、3ヶ月ぐらいしか入っていなくて、そこからずっとフリーランスでやってきてたんですよね。だったからなんかまあ一回その大人になってから見てアメリカのコーポレートっていうのを経験するのもいいかなと思って入ってみたら、もう合わなかったっていう話なんですけども、で3週間で辞めたっていうお話なんですけどね。いやーまあ慣れないことはしない方がいいということですね。やっぱりチームワークというものに向いていないというか、その要は初めてちゃんとチームっていうものに入ってたわけですよ。要はフリーランスって要はデッドラインが決まってるだけで、その納期に物を納めることだけっていうのをこう目標にやっていくわけですよね。だからその間、納期までのその間どういうふうに物を作るかとか、そういうのはもう全然自分の好きなように自分のタイミングでできるっていう話なわけですよ。まあ要は基本一人だし、まあ、もし何か必要なものがあればこれが必要ですっていうのを頼んで、それをもらって物を作って納品するみたいな感じなんですけど、要はなんかコーポレートに入ってみると納品っていうよりかは、その納品もあるにしても、その納品までの間もめんどくさい、無駄なコミュニケーションがあったりとか、チームの中での他の人の仕事が私の仕事にも影響してくるみたいな、すごくめんどくさくて、あ、合わねえんだなってな自分でも気づいて分かっていたし、私の日本にいる親友からもアレックスさんからも、はるかさんはね、会社は無理だよっていう会社は合わないよっていうのをずっと言われ続けて、でも確かにまあ自分でもそうだろうなと思ってたんですけども、やってみないことにはというか、なんか一回やってみるのもいいのかなと思ったんですよね。でも合わなかったっていうのを、まあ、確信したっていうところですね。大概あれだと思いますよね、日本もアメリカもそんな変わんないかなと思いますね。なんかね、要はなんかフリーランスとして、まあ、いろんな会社をちらちらこう 見ながらやってきましたけど、日本もアメリカも含め他の国とかも見てきましたけど、まあリモートでね、大概どこも変わんねえんだなっていうところ、なんか確かにそのアメリカとか、なんか他のちょっとやっぱ日本はね、特殊なところはあると思うんですけど、日本はどっちかっていうともう準備の段階から結構入念、要はリスクヘッジとか、なんかこれ大丈夫かな、あれ大丈夫かなみたいな、これも確認してあれも確認してみたいな、こうトゥン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 ってこう全部を確認して OK だねって言ってリースするみたいな感じなんですけど、多分アメリカとか、あと私が経験した他の国の会社クライアントとかだと、え、これ大丈夫って思う段階、私としてはこれも揃ってないけどあれも揃ってないけど本当にこれやるのみたいな状況でリースするぞみたいな、でそれでまあだから問題は起こったベースで解決していくみたいな感じ。だから日本の方はどっちかっていうとリースしてからも結構楽なんですけど、
他のアメリカの国、アメリカとかだとリースしてからが大変なところもある。やっぱツケが回ってくるから。でもまあなんとかこう丸っと収まってしまうわけですよね。形になってしまう。そこら辺のなんかこう勢いの違いみたいなところはあるんですけど、まあ大体なんか同じですね、見てるとね。なんかね、大概ですね。まあ3週間なのでね、まあ、たくさんお勉強させていただきましたということで、アメリカにもね、リサインレターっていうのがあって退職届を書くんですけども、チャット GPT に書いていただいて、まあ、最後は自分で一文書き添えましたけども、でそれをまあ提出してたくさんお勉強させていただきましたということでね、はい、3週間で辞めましたっていう話ですね。まあでも何事も経験ですし、お勉強ですから。本当はもっと別にこっちから言わなければ、多分ずっとつらつら働き続けてたこともできたと思うんですけど、なんか合わないなっていうのも結構早い段階で分かってしまったので、私はつらつらとどまるのが嫌なタイプなので、もうなんか別れ際は潔くじゃないですけど、なんかやっぱりそれは私だけのためじゃなくて向こうのためでもあるというか、おそらく私もモヤモヤしてたってことは相手も多分何かしらモヤモヤしてると思う。合わないんですよね。だからそういう段階でこうずっと続いていくっていうよりは、もうさっさとどっちかが別れを切り出して、まあ、向こうはね私よりもフィットするね、正確にフィットするキャンディデートがいると思うし、私は私で、はい、もう余計なことはしません、フリーランスで行かせていただきますということで分かったし、なんかとどまる理由はあんまりなかったので、ちゃっちゃか辞めてしまったんですけど、潔い方がいいなとは思いますね、個人的に。別れ際はもうだからほら、それで慣れないことすっからさ、もう変なさ邪気みたいなのを吸っちゃってさ、もうここら辺に海が溜まってさ、もうなんかそれで抗生物質もらって、こうその菌をさ、その邪気をこうずっとこの2週間かけて殺してたんですけど、はぁ、あ、ね、何の話だっけ。あ、そう、それがもうここ2、3週間ですね。何が一番お勉強になったかっていうのは、その自分には合わないなっていうのもまあそうなんですけど、それが分かったっていうのもすごく大きいんですけど、あとはやっぱりコーポレートの中で、組織の中で働いてる人ってすごいなって思う。やっぱそれはね、私にはできないし、私の役割ではないなと思うんですけど、やっぱすごいなって思う、その中にいる人。だから皆さんすごいなと思いますけど、まあ、身近にいるアレックスとか、もう何年もさ、その組織の中にいてさ、やっててさ、もともとそのね、そのコーポレートに働いてる人たちすごいなって思ってたんですけど、本当になんか実感するというか、お疲れ様です皆さんって思う感じですね。もちろんフリーランスもフリーランスで大変なことはあるんですけど、私としてはやっぱり合ってるから、何が一番大変かって言ったら、もうデッドラインにこう間に合わせるのが大変なくらいで、別にね、私こうさらっと関われてるのがいいですよね。変な話、自分のレストランを持ってご飯をこう宅配してるような感覚、こう注文を作っていろんなお宅に行って、はいこれどうぞ、はいあれどうぞってこうやってるような感じだから、こうチラッとこうそれぞれのお宅のそれぞれのクライアントのこう雰囲気は見えるけど、別にいつドア閉めてもいいし、物を作って届ければさ、だからなんかチラッと関われるから、そういう感じが性に合ってるのかなとは思いましたね。あんまりなんかがっつりその組織の中で人と絡むっていうのは向いてないなと思いましたね。あと暇な時間もやっぱり大事にしていきたいなと思って、私の理想としては3分の1を睡眠、3分の1を暇な時間、3分の1を仕事っていうふうになんか、それが一番こううまく回る、うまく自分が稼働できるというかな感じがするので、そうですね、もうだからもう慣れないことはしません。はい、いい経験でしたけど、本当にお勉強させていただきましたという感じですね。あとチャット GPT は私ずっと思ってるんですけど、すごいな、
すごいなというか、あのどんどん多分仕事は減りますよねと思いますよね。だってアシスタント業務みたいなの全部やってくれるんで、しかもあの秒で出てくるので、まあありがたいなと思いつつ、ただなんかオリジナルのものを作る、なんていうの、オリジナルのアイディアみたいなのはないといけないだと思いますよね。なんかあくまでアシスタント業務というか、例えばこの情報取ってきてじゃないですけど、この情報取ってきてとか、この文章ちょっと読んで変なとこないですかとか、ベースはこっちで作らなきゃいけないんですけど、なんか補正してくれたりとか、あのリサーチの時間を減らしてくれたりとか、すごくね、いいなと思いますね。うん、どんどん人間の仕事はこうやって減っていくんだろうなと思いますよね。で、あの今アレックスがですね、出張でコロンビアの方に行ってるんですけども、去年はですね、結構あの彼も毎月出張があって他の州に行ってたりしてて、でそれがあまりにももう大変だったからって言って、それを調整して、今年はね本当に少なく住んでるんですけど、そうですね、今回コロンビアに行っていて、今回の出張っていうよりもなんかクライアント訪問というか、なんか楽しみにしてたみたいですけどね。でなんで私はまあ今日は一人、今日というかあの今週は一人で過ごしていて、にゃんにゃんとシャルちゃん、おおシャルちゃんシャルちゃんシャルちゃん、で今日はあのこの後ちょっと歯医者さんに行かなきゃいけなくて、私ねあの矯正、インビザライン矯正を始めたんですよ。で、なんか1ヶ月ぐらい経っていて、で今日あのクリニックの訪問に行かなきゃいけないので、それをしに行って、あとまあカフェで作業をしてっていう感じかな。多分休んでた分ちょっと溜まってるので、あの消化できるようにしたいなと思います。なんかインビザライン矯正始めたのは、なんか別にアメリカにいるからあのなんか歯が気になってとかってわけではなくて、私 YouTube を始めてから気になり始めて、そう直したいなと思っていて始めたんですよね。でなんか1週間ずつマウスピースを変えていって、半年以上を1年未満ぐらいで、まあ、終了する予定なんですけど、どうかなっていうところではあるんですが、それに今日は行きたいと思います。これトーテムのニットです。着るのをずっと楽しみにしていたニットと、あとフランキーショップのいつものあのパンツです。イヤリングは今回スポンサーじゃないんですけど、前に1回皆さんに紹介させてもらってたアナルイサのなんだっけ、これアビーだったかな。今回はスポンサーではないです。結構でもね褒められるし、聞かれる、どこで買ったんですかってよく聞かれます。褒められアクセサリー。歯医者さん終わりました。
アタッチメントをつけてもらって、あとはもう自分で毎週変えていくだけです。